今日はオールブラックコーデについてお話ししていきたいと思います。パーティーショップラジオ、おかげさまで4回目です。ありがとうございます。今日はゲストにゆうやくんが来ています。こんにちは。4回目ですよ。何気なく始めたやつ。ですね。結構、やっちゃってる。ブラックデニムの魅力について語った時に、俺たちといえばオールブラックって話してたんですけど、今日もオールブラックでした、僕たち。大体そうっすかね。合わせた。いや、合わせた。じゃあマジで。ガチで合わせたでしょ。いや、本当に。いや、なんか俺的にはこう、リアルに行きたいのに、お前らのせいで、なんかカンペ作ってると思われちゃう。ガチで。いや、黒、いいよね。まあ結局。じゃあ、ゆうやがなんでオールブラックが好きか。どうこれ。感覚なんですかね、なんかわかんないですけど、僕的にはあんま考えず、気づいたら黒になっちゃうみたいな。で、だからどうなんですかね。おしゃれじゃないですかね、多分。てか、俺もマジで同じようなこと言おうとしたんだけど。日本人ってさ、毛もさ、髪の毛とか眉毛とか髭とかも黒いじゃん、はい。全部に合わせに行こうと思うとやっぱ黒になっちゃう。だ本来合わせやす、うん、一番合わせやすいのが黒なのかもしれないです。うちのお店も結局、やっぱり黒のアイテム勝つみたいなとこあるからな。なんか絶対なくなってるもんな、やっぱ黒いアイテムは。黒ってこう、なんかどこかを引き立てるためのアイテムでもあるし、だからゆうやで言ったらさ、プリントが引き立つコーデじゃん。です、ね。言ったら、こう、オールブラックで、プリントが、いい感じに引き立つコーデじゃん。ってなると、黒ってやっぱ、いっぱいこう、汎用性があるというか。確かに。でもやっぱでも俺たちみたいなこういうコーデしてると、色使い上手い人とかやっぱすげえなってなるよね。いや、俺めっちゃ思います、ね。めっちゃ多いよね。あれすごいよね。男臭いのに、なんか、色入れてる人とか、めちゃくちゃすごいなってなる。そこ、本当にオシャレなんだなってなる。ね、ちゃんと考えて。うん。マジで、すげえな、普通に。オールブラックコーデ組むときに意識してることある？あ、僕は、サイズ感っすね、絶対。また俺が言おうとしたこと言ってるわ。だシンプルだからこそ、はい、そこで、なんか個性を出すっていうか、うん、そこはやっぱ考えてますね。今日が、うん、ちょっと緩めの、T シャツに、ロカハートの黒のペインターパンツと、あと、サンダルが、この間紹介したビルケンのものになります。一回着てる動画を見せたいと思います。どうぞ。いかがだったでしょうか？見てもらった感じで、まあ、全体的に緩い感じだったと思うんですけど、僕は、オールホワイトとか、オールブラックとかやるときは基本的になんか緩めで合わせることが多くて、なんかタイトな感じもかっこいいんですけど、やっぱり体が結構華奢なんで、タイト目を着ると体のラインがすごい出ちゃって、なんか僕的にはちょっとより幼く見えちゃうんで、なるべくちょっとデカめのやつで合わせてます。もう語っちゃったな。いやだけどなんか助かるわ。もう俺も喋るネタないもん、あんまり。だから今、こう、ゲスト呼んでやってんの。紹介するものがなさすぎて、そう。いつも言ってるやん。俺なんか何紹介したらいいみたいな。ないんや、もう助かるわ。言っても僕もなんか同じような、意見で、大きめのサイズを着てオールブラックのコーデを組むことが多いんで、まあ大体同じ意見です。はい。今からオールブラックのコーデを組んでいる動画を流していきたいと思います。どうぞ。いかがだったでしょうか？まあいいよね。いいです。いいところが多いというよりは、悪いとこ探す方が難しい。いや確かに、うん。オールブラックの良さは。今からオシャレしたいと思う人たちはめっちゃいいんじゃない？だし、ただ、サイズ感ミスドめちゃ微妙な感じになっちゃうから、古着屋さんに相談してください。古着屋さんというか、服屋さんに相談してください。まあ僕も、答えるんで、はい。いい感じにコーデ組むんで。もしよかったら皆さん、オールブラックのコーデ組んでみてはいかがでしょうか？ご視聴。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。